ちゃうような普通の青春、笑っちゃうようなクラスの仲間も、卒業しても突然変わるとかじゃなし、太っちゃうから我慢したおやつ、悩んじゃうから諦めた彼氏、卒業したらもうそんなのいちいち気にしなくなるのかな。行きつけた店のおばさんもあの道も、一度だけ恋を打ち明けた駅の通路も、また会えるからきっと会えるから、また笑顔してきっと会えるから、ねえみんな言葉じゃ